あ、本当ですか。なんか、珍しく論理的だった。ロジカルになっちゃう。もう、ロンリーウルフのウルフフみたいになった。よかったです。これいいです、やっぱ、アサベンジャーズ、うん。気づきはいっぱいあります。うん。なんかやっぱ、カメラ越しですけどね。今日なかなかね、なかなか語れてたと思うよ。本当ですか。うん、これをじゃあ、あれですね。まあ、クフはね、もうちょっと今日語ることかな。この動画、朝動画にして、うん、今日語ることで、語るっすよ。夜ブログにします。お、じゃポイント、黄金パターン。ポイントゲット、ポイントゲット。ポイントがね、ちょっとね、分かってないんだよね。あ、本読まないとポイント取れないんだ、おいあとですね、あんな NG バト話しちゃポイント何ポイントも手に入らなかった。そうですね、おめえだわ。ポイント奪い返してください。あの人やばい、おめえ死亡というポイントだけを奪いました。おめえ死亡ポイントは奪い返しちゃダメですよ。もう死亡だわ僕。だからあれなんですよ、企画もちょっと考えたんですよ。おい、無人島企画もそうなんですけど、うん、やっぱりあの昨日ですね、うん、まあ、全然関係ないんですけど、うん、プログレスで、うん、あのやめれまてんのインスパイア企画をやってる人がいたんですよ。ああ、あいつでしょ、あのあれでしょ、新人だよね。はい、あのちょっと体がでかそうな人。はい、完全にパクってますよあれ。うん、あの人ね、初め漫画話してたんですよ。ですよね、2回漫画で、なんか結果が出なかったかないけど急にね、やめれまてんみたいな話始めたんですよ。急にやめれまてん始めたんですよあの人。あれ僕、戸田さんの、うん、昨日のやつ見てて、うん、中島さんが、うん、なんかその人のやつでスクワットがどうということかって書いてあったんで、うん、ちょっと覗きに行ったんですよ、うん、そしたら、これパクリじゃねと思って、うん、あの人は、なんかね、この、なんつうんだろう、なんかコメントもらって生札ファミリーみたいな人たちの企画をやたらやってるんだよね、うん、ああですね、うん、なんかだからまあ、提供したってことでいいんですかね。なんか、うん、そうなんだよね、もう我々はね、次のステージいるからね。そうっす、みんなだから僕はまあドーピングマジンになろうかなと思ってですね。ドーピングマジン、どういうこと。いろんなプロテインあるじゃないですか、世の中。だからプロテインに対する情報っていろいろあるんですよ、うん、それを僕は全部試すっていう。いいね、そしたら、まあここに置いといても、うん、あのお客さんに提供できるし、うん、あプロテインバー、犬沢。そうです。あプロテインバーの方がいいよね、ここ。それで、あのあれなんですよ、プラスアルファ、うん、プロテインソムリエみたいな感じで、うん、あの目利き、あのガキスカのあれじゃないですけど、うん、あれもできるんで、ちょっと面白いかなっていう。そう、あ、これ分かります分かりますって言ってて外れるみたいな。あ、いいね。ああ、ガキツか。その企画もできるんで。あ、いいね。あ、聞きプロテインできますみたいな。そうそうそう、ここで来てね。で、皆さん生配信でやってくださいみたいな。あ、それはいいかもしれない。もうこの工夫になるから。これ誰もやってないんで。これ工夫になるから。単純に紹介しても面白くないんで。うん。最初は紹介するかもしれないですけど。うん。まあ、ショータイム。そういう状態になっちゃう。そうなんです、うん、そしたらここにあるの境界があるからね、キープロテインだったら人間と羊の境界原さん、あの工夫が出てきて、うん、手伝ってもらうのいいじゃないですか。なんで今おっさん、なんかおっさんの前でベン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 。まあおっさんもね、昨日 YouTube 出てたからね、もう。え、あの大看板歩いてる時にだね。あ、そうそうそう、おっさん動画に出ちゃったからね。まあ、たまにしか出ないですけど、レアキャラです。レアキャラなかった。そうです。だからあれです、今日言いたかったのは、うん、もうあの自分がストレスっていう感じていることをもっと細分化すると、うん、もう朝起きることも、うん、今工夫で手を動かしていくこともストレスなんですよ、これも、これもでもいいか悪いかは脳が判断できないんで、うん、いい状態にしていくってことですね。これをやってっから文章打たなくなったのかな、あのおっさんは。これ指動かしてるとあの文章との同じじゃないですか、運動だけで言うと。確かに。あ、そうなのかもしんない。これでなんか賄っちゃったのかもしんない。あなたの手の運動ですね、うん、そう、指の運動。気づきました。じゃああのおっさんは文章書くの好きなんじゃなくて指動かすの好きなの。ちょっと変態な方向に入ってます、うん、変態だよね。それ違うとこういう感じ。いやそれで手を動かすっていうコンテクストで時間を考えればいいんじゃないですか、うん、その日の、うん、で工夫使う時間、うん、何時間、うん、タイピングする時間、うん、何時間、うん、タイピングする時間にブログとかも入ってくるじゃないですか、うん、でタイトル付けるとかも入ってくるんで、うん、そうするといいかもしれないですね。タイトル付けがねすごいストレスなんですよ。すごい難しいですねあれ。
あれ見て考えて見て考えてなんで、うん、考えないでババって作らないとねいけないかなっていう、うん、でしかもアクセスのことまで考えちゃうと、うん、このタイトルでいいんですかみたいになっちゃうじゃないですか。崩れした理論でいきましょう、うん、ベン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 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ビャーン上げないとダメなやつ。空風流線だからね、これ今のあれなので、そんな感じでいきましょう。うんじゃない、はい、じゃあこれはね、今日アベンジャーズ動画としてね、採用するから。いや、大丈夫と、今日は大丈夫そうですね。これはね、うん、昨日のも上げてないんで、ものはすぐ上げます、またこれアベンジャーズ動画だからね、はい。